こんにちは。12月12日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。まずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題をお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。現在オミクロン株対応ワクチン接種を実施しています。対象者は2回目、3回目、4回目の従来型ワクチン接種を完了した12歳以上のすべての区民の方です。現在接種間隔が短縮され、前回の接種をしてから3ヶ月以上経過後に接種が可能です。なおオミクロン株対応ワクチン接種は1回のみですのでご注意ください。接種は区内の医療機関または集団接種会場で実施しています。ご予約はインターネット予約または豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターにお電話ください。医療機関は病院やクリニックに直接ご予約ください。また集団接種会場の開設日には予約なし接種も実施しています。豊島区ホームページをご確認いただくかコールセンターにお問い合わせください。また受付人数に上限を設定しております。上限に達した場合は受付を早めに終了いたしますので、あらかじめご了承ください。続いてです。写真展の作品募集についてのお知らせです。地域社会におけるワークライフバランスの推進を目的に、家事や育児に積極的に取り組むお父さんやおじいちゃんの日々の姿を撮影した作品の募集を行っています。応募期間は令和5年1月31日火曜日までです。区内在住、在勤、在学の方でしたらどなたでもご応募可能です。応募方法は E メールに撮影した写真の添付と氏名、ペンネーム、連絡先、作品タイトル、エピソードやコメントをご記入の上、ご覧の宛先までご応募ください。寄せられた応募作品による写真展を令和5年2月18日土曜日より豊島産業振興プラザ3階豊島区立男女平等推進センターで開催します。さらに優れた作品には表彰と記念品の贈呈を行う予定です。皆さんからのご応募をお待ちしております。次です。目白ロードレースについて参加者募集のお知らせです。学習院大学周辺で目白ロードレースが開催され、今大会は26回目となります。坂道や階段があり起伏があるコースが特徴的です。開催日時は令和5年3月12日日曜日、場所は学習院大学キャンパス周辺の周回コースです。対象は区内在住、在勤、またはランニング愛好者の方です。親子レースや中学生、高校生から29歳、30歳から39歳、40歳以上の部など様々な種目があります。また距離は5キロ、2キロなど種目ごとに異なります。詳細は区ホームページをご確認ください。次です。区内の障害者の方が制作した美術作品や制作活動を紹介するときめき創造展を開催するにあたり、作品の募集を行います。豊かな発想から独創的な作品を作り出すという願いが込められている展覧会では、毎年障害者の方が制作した絵画、書、写真、版画や立体作品などがたくさん展示されます。令和5年3月8日から10日までの展覧会開催に向けて、
令和5年1月31日まで作品を募集中です。対象は区内在住、在勤、在学、または区内の施設に通所入所する障害のある方、難病、発達障害などの方が制作した個人作品、または区内の障害者施設で制作した団体作品です。募集作品は写真や版画などです。詳細な応募条件や申し込み方法は広報豊島12月1日号情報版などでご確認ください。さらに美術関係者による審査を行い、優れた作品には表彰を行います。作品をお持ちの方はぜひご応募ください。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。今回は困っていること、悩み事を持つ障害のある方へのサポート方法をお伝えする障害者サポート講座です。知的障害、そして身体障害を持つ方へのサポート方法を今回はお伝えいたします。では本日のゲストです。障害福祉課から星田京子さんにご出演いただきます。星田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずは知的障害の定義について教えてください。はい、知的障害とは知的機能の障害が発達期おおむね18歳未満に現れ、日常生活に支障が生じているため何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものと定義されています。はい、今回のサポート講座知的障害者編では、知的障害をお持ちの方が苦手なことについてご説明させていただき、そのサポート方法をご紹介したいと思います。はい、さあでも知的障害と一言に言っても様々な、ね、特性がありますよね。はい、ではそれぞれに合ったサポート方法というのがあるんでしょうか。はい、障害の現れ方は個人差が大きく、少し話をしただけでは障害があることを感じさせない方もいて、支援の仕方も一人一人異なります。そこで代表的な特性を3つお伝えしたいと思います。3つ、はい、お願いします。はい、1つ目は仕事や学習に時間がかかったり忘れてしまうことがあるということです。職場の出来事で例えますと、仕事のやり方を覚えても何日か経つと忘れてしまう、はい、いくつか仕事を指示しても一つしか終わっていなかったりするなどが挙げられます。はい、しかしそれは決して怠けていたり反抗しているわけではありません。一度に多くのことを言われるのが苦手ですので、一つ一つ手順を分かりやすく伝えていくようにする、はい、メモを書いて渡すようにするなどしてあげるといいと思います。その際振り仮名を振ってあげるといいですね。そういった工夫ができるんですね。はい、では指示ではなく、この通常の会話の際にはどんな手段を取るとより親切でしょうか。はい、知的障害をお持ちの方に話をするときは、分かりやすい言葉でゆっくり繰り返して話すようにしましょう。あれ、これなどの曖昧な表現を使わないようにし、具体的で簡単な表現を使って伝えることも大切です。分かりました。さあそれでは続いて知的障害2つ目の特性についてお願いします。はい、2つ目は相手の気持ちや都合を考えて行動したり、自分の思いをうまく伝えるのが苦手ということです。はい、相手が断っているのにすぐに別の提案をするなど、いわゆる空気が読めない行動をしてしまった場合には、ゆっくりと分かりやすい言葉で対応するようにしましょう。はい、またサポートする側が話を聞く立場になった場合、話の内容が分かりにくいと感じる場面もあるかと思います。そこで厳しい口調で話したり命令的な言い方をしてしまうと、
知的障害のある方は怒られている気持ちになり自信をなくしてしまいます。はい。日常生活で失敗した経験やまた失敗するのではないかという不安を感じることが多いため自信がなく消極的になりがちです。そんな状態でもできないこともできると言ってしまうことがあるということも覚えておいていただきたいと思います。そうなんですね。そうなってしまうとこうお互い損に、ね、なってしまいますよね。はい。ではどんなサポートができるんでしょうか。はい。サポートをするときはこのことを踏まえた上で伝えたいことを聞き直すなどして理解したかどうかを確認しながらできるところを褒めてあげるなど自信が持てるようにサポートをしてください。ありがとうございます。さあでは最後3つ目をお願いいたします。はい。3つ目は予期せぬ出来事や未経験の出来事が苦手ということです。はい。例えば事故で電車が止まってしまった時は他の交通機関を利用するといったハプニングに対して臨機応変に別の方法を取ることが知的障害をお持ちの方はできません。そのような方を見かけたら優しく声をかけてください。案内板などがありましても内容を理解することが困難なため電車が来るまであと1時間かかるみたいですよというように分かりやすく説明しながらその方がどうしたいのかを聞いてください。さあここまでは3つの特性とサポート方法をご紹介いただきました。ということでここまでは障害者サポート講座知的障害者編をお届けしました。